ヤギヤマバイパス、笹栗 TV 笹栗本線料金所は、福岡県カ谷郡笹栗町に、かつて存在した、ヤギヤマバイパスの本線料金所である。南側に、ヤギヤマバイパス管理事務所が設けられていた。ヤギヤマバイパスにあるインターチェンジには、料金所が個別に用意されていないため、ここで料金を支払っていた。このため、飯塚市側の、核 IC は、笹栗 福岡方面に対しての出入り口しかないハーフ IC のみが設置され、飯塚方面への走行ができない仕組みとなっている。2014年10月1日0時をもって、八木山バイパスが無料開放されることに伴い、当料金書も廃止された。ただし、2015年2月までは料金所施設の撤去工事が行われる予定。ささぐり TV 手前の起動緊急車退出路料金所。 および管理事務所手前には付近を通る福岡県道435号内、十ささぐり線につながる、小波方面の出入り口のみの IC が存在する。有料道路当時においては、この出口は緊急時に避難したり、緊急車両が出入りできるように設置されたものであり、普段は逆侵入防止などの理由からフェンスが設置されて通行することができなかった。やむを得ず利用する場合には、 管理事務所の許可が必要であった。無料開放を経て、現在は、フェンスは撤去され、出入り口が開放され、自由に乗り降りができるようになった。ここで退出すれば、福岡県道435号内十笹さ線を、経由して、八木山峠の国道201号と福岡県道60号、飯塚尾の乗線の小家越手前に向かうことができる。ただし、 バイパスから県道435号へ乗り降りするアクセス路は片側1車線にも満たない狭い道路であるため通行には注意が必要である。現在、出口の直前には笹栗町によりこの先福音現象笹栗町の看板が設置されている。国道201号の無料開放について西日本高速道路株式会社2014年9月2日閲覧 軌道で入り口に関するカテゴリー、ありがとうございます。